西海祭りは、石川県の志賀町の西海地区で毎年8月14日に開催される祭りです。一旦ここへもう一度集合します。その時に詳しくまたお話しますので、はい、とりあえずその地図持っていて、最初の、神社だけまずご案内して、大勢の女性が切り子を担ぐことで知られる西海祭りが14日夜、石川県志賀町の西海風成市、西海太野漁地区である、大漁と海の安全を祈った。女性が切り子を担ぐのは珍しく、男性が漁に出て男手が少なかったことに由来するという。切り子は、漁地区合わせて計十数台で、それぞれ、神輿とともに、風成市の西海神社、風戸の松ヶ下神社を出発。浴衣に腰巻き姿の女衆は男衆に混じって荒っぽく切子の明かりを揺らし、いやさかさと声を張り上げ、5時間以上練り歩く。学生団体のとラボ金沢市に所属する金沢大、金沢工大、県立大などの学生ら約20人と、学外活動のため町内で滞在中の津田塾大学生2人が担ぎ手に加わり、盛り上げに一役買った。切り子を担ぐ女性の姿は、おこし、腰巻きのことで、未婚女性は赤色、既婚女性は桃色に浴衣、前掛け、そして足袋にわらじという姿で、男性の姿も白いワイシャツに黒いチョッキ、白いパンツにゲートル、同じく足袋にわらじ姿といった一見変わった格好で切り子を担ぐ。